じゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、ついにやってまいりました、この日が。なあ、ドラフト会議。はい、ね、はいはい。なんか、まあ、今年は9球団が、うん、まあ、ここを1位指名しますよという、はい、まあ、名前を挙げといて、はい、で3球団だけ、うん、まあ、DeNA、阪神、ロッテかな、はい、がこう隠してたという、まあ、隠してたわけじゃないが、まあ、発表してなかった。それが今まで通りだったんですよね。まあ、そうだね、うん、だから、まあ、ある程度競合は避けられるなっていうようなドラフトで、まあ、すんなりいくだろうなと思ったら、うん、まあまあ案の定すんなりいったというね。なんですかね、この事前に1位を公表するっていうシステムというか、うん、っていうのはこう突然、まあ、突然というかいつも毎年、うん、あの何球団か競合して、うん、そこから1位を探ったりとかいろいろするのが、はい、やっぱりあれだったんじゃないの、嫌だったんじゃないの。これはなんか誰がしようとかいうわけでもなく、ではなく、なんとなくそういう空気で、まあそうだね、なんかこうドラフトの醍醐味じゃないですけど、まあファンからするとさやっぱこうなんていうの、何が飛び出すんだろうっていうさ、う、まあびっくり箱見てるような、うん、そんな感じがするんだろうけど、はい、やっぱその当事者はさ、やっぱできるだけそのなんていうの、取りたい選手というか、ね、あのそういう選手は取りたいだろうね、うん、はい、ね、だからなんかこうね、多分1位で指名されるだろうなっていう人と、うん、この方を1位に指名したんだなっていうのとか、はい、まあいろいろありはしましたかね。まあまああるね、うんうん、はい、ということで、まあということで、はい、まあ、今日もちいちゃんがね、手書きで書いてくれましたけども、看板屋頑張りましたが、ね、はい、とりあえずね、まあ、あの今出てるので、うん、セリーグの1位指名の人だけをとりあえず載せております、まあ、ね、はい、で、まあとりあえずヤクルトから行こうとりあえずとりあえず、まあ、はい、はい、あのヤクルトから行きます。はい、これは、ね、順位順ですね。はい、はい、吉村晃治郎、はい、東芝、これも社会人からです ね、はい、これはもう即戦力、はい、もういいえ、すぐにでも使えそうな、うん、そんな投手だし、はい、やっぱ何と言っても特徴は三振がよく取れるということね。うん、だから狙って三振を取れるということからすると、うん、まあ、先発でもいいし抑えでもいいということだよね。うん、うん、だから、まあ、ヤクルトの思惑とすればやっぱ先発ピッチャーがちょっと手薄なんで、まあ、このピッチャーを一本釣りできたという、うん、もうヤクルトにとってはさ、一本釣りできるんかっていうような、そういう美味しいドラフトだったよね、うん、この1位は。なるほど、ね、はい、でね、ヤクルトの方は2巡目に西村塁人っていう、うん、はい、京都外大西高、うん、あの高校生なんだけども、はい、まあ、非常に右投げ左打ちで、はい、将来性があるというかね、うん、大柄で、ホームランも打てるようになるんじゃないかというようなね、うん、まあ、そんな選手を取ってるし、はい、5巡目に北村圭吾、はい、右投げ右打ち、はい、中央大学、豊さんの後輩ですね、はい、もう非常に試合巧者というか、うん、まあ、そういうバッティングができる選手だよね、はい、まあ、この選手も大柄なんだけども、うん、なんか器用さも兼ね備えてるという、はい、だから非常にいいドラフトができたかなっていうようなね、うん、まあそんな感じがします。はい、はい、ということでヤクルトは育成選手が1名の、うん、支配下5名の6名、ね、はい、はい、合計ね、はい、中でピッチャー2名外野手2名内野手1名育成の橋本選手はキャッチャーということですね。はい、はい、で次にはい、DeNA、うん、松尾、シオン、はい、大阪桐蔭、これ高校生の注目の選手でしたね。まあそうだね、はい、まあ高校生キャッチャーとしてはナンバーワンというか言われてるね、うん、はい、まあ、松尾を取れたんだけども、はい、まあ、この選手は非常に器用でね、うん、もともと内野とかもやってる選手で、でまあキャッチャーをやってキャッチャー指名なんだけども、はい、もし何時あったら内野手にもできるというぐらいの、うん、なるほど、まあ、センスの持ち主というかね、うん、まあ、できればキャッチャーでね、うん、レギュラーポジションで、まあ、どしっと座ってほしいなというようなね、はい、まあ、打てるキャッチャーとして、うん、まあ、期待されているという、はい、どうですか高校生ですが戦力として。だから松川がロッテのね、はい、1年目から、まあ、田口監督がね、うん、大抜擢した井口監督が、はい、大抜擢したように、はい、可能性としてはなくはないよね。うん、うん、
だから環境を与えるとすごく育つかなっていうような、うん、そんな感じがするキャッチャーだよね、はい、うん、まあ、DeNA ってこうねピッチャーであったり場面であったりでキャッチャーがこう変わることも多いので、まあ そうだね、その中に入っていくっていうようなこともありますか。だからね結局ね、うん、DeNA のキャッチャーって、うん、やっぱバッティングがちょっと落ちるんだよね。なるほど。まあキャッチャーとしてリードとかそういうものは、うん、まあ経験で養ってるけども、はい、ただその期待されるのは打てるキャッチャー、うん、そしたら変える必要なくなるからさ、はい、代打とかね、うん、まあ、そういうキャッチャーになってほしいなっていうふうに思うね、はい、なるほど。で2巡目の、はい、吉野照樹、はい、トヨタ自動車、はい、社会人から、ね、はい、ピッチャーピッチャーですね。このピッチャーも1位候補だったと思うんだけど、うん、はい、よく取れたなと思ってね2巡目に、うん、だからこれもラッキーだなっていうふうに思うよね。うん、だからまあそういうことからすると、はい、まあ DeNA も思惑通りに、うん、まあ行ったのかなっていうような、そうですね、まあ、そんな感じがするよね。はい、で育成選手が5名と通常のドラフトがね5位で10名ですね、はい、10名取ったね、はい、育成の選手でもキャッチャーの選手取ったり、やっぱりキャッチャーをっていうことがあるんでしょうか。まあ、そうだね、まあ可能性がある、あ、上皇亮太ね、四国アイランドリーグ、はい、ね、ちいちゃんの地元の愛媛から、そうです、宇和島東高校から、ね、はい、あなたがねすごく注目しているというそうですね、まあ、個人的な情報だけど、はい、上皇っていう名前は宇和島の方に多いので ね、はい、はい、まあこの人にも、まあ、育成だけでもまあちょっと注目ということでね、うん、はい、はい、ということです。で阪神タイガース、はい、で阪神は、うん、浅野をこう巨人と競合を指名したんだよね。はい、もうなんかこうここでも伝統のいやだから岡田監督と原監督が出ていってみたいな、はい、うん、やっぱその2人とも右打者でね強打者だって言われてる人たちが浅野を指名したんだよね。はい、うん、で結局、まあ、ここに浅野って書いてるように、まあ、阪神タイガースは外れて森下翔太、はい、ね、中央大学、はい、豊さんの後輩ですね。いや森下はね、うん、大学の時に、まあ、大学全日本で4番とかも経験してるんだよね、はい、でそういう中で4番を経験してる選手で失敗した人っていうのはプロ入って成績が出なかった人っていうのはいないんだよね。あ、大学全日本の4番、そう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 、はい、だから森下っていうのはそういうことも経てるし、うん、まあ、成功するかなっていう、うん、で牧を見てるだろうし、はい、だから牧がやれるんだったら俺もやれるっていうようなことも、大学の先輩で、そう、うんうん、ことも考えてると思うし、ね、なるほど。言えば阪神は岡田監督が右打者が欲しいと、うん、それも外野手でね、はい、だから浅野に行ったんだけども、まあ考えようによっては、うん、浅野があの高校生、はい、まあ、森下が大学生、うん、そしたら即戦力じゃあどっちなんだっていうと、うん、やっぱ森下の方がまだ今の段階ではね、入ってからは分からないけども、うんうん、今の段階ではやっぱ即戦力に近いということからすると、うん、まあ、阪神は浅野外れたけども、まあ、いいドラフトができたのかなっていうふうには思うよね。なるほど、はい、はい、あとはね、うん、やっぱ高校生をよく取ってるね。そうですね、うん、今回は、6人中、うん、ドラフト6位までに4人高校生、そうだね、はい、うん、だからまあそんなに焦らないで、うん、まあ、じっくり育てようというふうに思ってるのかなというふうに思うよね。はい、で、はい、育成の選手が1名で合計7名ですね。そうだね、はい、はい、続いて、ジャイアンツ、はい、まあなんといっても、うん、浅野翔吾、もうね、高野翔吾監督が大喜びでしたね。いや原監督、今年一番嬉しかったこと、できることじゃないかなって思うぐらい、うん、なんかすごいあの喜んでる表情がね、はい、あの印象的だったんだけども、うん、それを見るだけで、うん、浅野を取れただけで非常にいいというね、はい、ただし2位に萩尾雅也、うん、はい、慶応大学、これも外野手なんだよ。で浅野も外野手、うん、2位の萩尾も外野手ということで、うん、両方とも右投げなんだよね。右投げ右打ち、はい、まあ浅野がちょっとスイッチに挑戦してるというようなみたいですね、うん、情報を得てるんだけども、はい、あのどうなんですかね、そこのあたりどうなんだろうね。まあセンスのある子だから、うん、すぐこなしてくる可能性もあるけども、うん、右であれだけ打てるんだったらその左練習する分右練習した方がいいなっていうような、
そんな感じもするんだけどね。より右をってことですね。まあ、そうだね。ただ両方打てるとやっぱりそれも武器になるし、まあいいと思う。ただその2巡目の萩尾、これもいいよ、すごく。これなんか巨人はこうピッチャーがっていう話も結構あったと思うんですけど、シーズン中に、ただね、去年ね、ピッチャーを取ってるんだよね。そのピッチャーたちが非常にいいんじゃないかっていうようなことで、まあ野手に行ったんだけども、だから若手の有望な選手っていうのはいるよね、即戦力じゃなくても、だけど、まあ、今年ある程度若手に経験をさせたから、来年それが花開くかどうか、まあ、そこにかかってると思うんだけどね。そうですよね、はい。まあ、そういうことで非常にいい、まあ、この浅野を引き当てたということが、まあ、今年の目玉かなという巨人のね、ドラフトだけどもね。それから巨人は育成選手を今年9名、そうだね、指名していて、まあ、昨年ぐらいから本当に取るようになったよね。まあ、その中で吉村、はい、明徳義塾のそうそうそうピッチャーの吉村優セフ投手、はい、左の変速ね、このピッチャーは出てくるのが早いと思うよ俺。なるほど、甲子園でもね、多分ね、先発とかでね、使わないと思うんだよ。はい。でワンポイントだとかそういう中継ぎに回すんじゃないかなっていう、まあ、明徳ではね先発もしてたんだけども、だけどプロに入って先発というよりも中継ぎで目を出してくるんじゃないかなっていうような気がするよね。なるほど、はい。ということはこうなんか正統派っていう感じではないので、またちょっと面白い、そう技巧派だからね、はいはいはい、なるほど。だからまあ、はい、ジャイアンツはね、浅野が取れたということで、もう万々歳でしたという。はい、ね、ということで、全部で14名ですね、はい、ジャイアンツ、はい。で、広島、はい、ね、斉藤裕太、苫小牧中央高校、はい、高校生のピッチャーですね、はい、ものすごく大柄で、上から投げ下ろしてくる、やっぱ角度のあるピッチャーなんだよね、はい。で、即戦力というよりも、まあ少し時間はかかるかもわからないけども、まあ、大器だよね、すごく魅力のあるピッチャーだよ、はい。でなんで高校生を行ったんだろうっていう、広島が、はい。で広島も投手不足って言うかもわかんないけども、はい、だけどまあ野手は充実してるよね広島ね、だけどピッチャーなんでこれが1位なんだろうって、斉藤が1位なんだろうっていうふうに考えると、はい、まあ、3巡目、5巡目、6巡目、3巡目、増田、東京ガス、はい、5巡目に川野、はい、大阪ガス、はい、で6巡目に長谷部、はい、トヨタ自動車、社会人ですね、だからそこら辺のね、即戦力は取ってんだよね、はい。だからすごい素質豊かな期待値の高い、そう、斉藤をね、まあ、1位に指名したんだろうなっていう風な感じがするよね、はい、はい。ということでピッチャーが 1,2,3,4 名、そうそうそう、はい。で、7名がドラフトかかりまして、はい、育成選手が3名の10名ですね。でね、育成の3巡目にね、はい、辻っていう二松学舎体育属高校、はい、うん、この子も俺は面白くなると思うピッチャーですね。ピッチャー、はい。だからまあ中継ぎ投手が不足してるだけに、うん、まあ社会人の3人と、うんうん、今の現状のピッチャーをこう編成をし直して、うん、誰が先発に行って誰が中継ぎに行くっていう、だから中継ぎは豊富になるかもね、広島はね。なるほど、はい。で中日、はい、中地レイヤ、はい、沖縄大学のピッチャーですね、はい、はい、知らなかった、すいません。なるほど、びっくりした。なんかそういった声聞こえてきますね。全く聞こえてこなかったし、この選手のことですか、中地選手。だからちょっと情報がなかったんだけどさ、ね、情報によると、まあ集めた情報によるとスライダーが非常にいいという投手でね、はい。で昨年の巨人の大勢、はい、太田大勢だっけ、はいはい、ね、誰っていうような、そうでした、ね、ちょっと感じがあったんだけども、はい、まあそういう風になったらいいよね。うん、ただちょっと他ノーマークだったと思うんだよね、そんなにマークはしてないピッチャーだっただけに、これ誰かと勝負していって
まあ、まあ失礼な言い方だかもわかんないけど、うん、外れ1位でも取れたんじゃないかなっていうようなね、そう思うんだよね。でもなんていうの、4年ぐらいからすごくこうぐっと上り調子で成長したっていうんだよね。だからまあその成長力にすごく魅力を感じたのかなっていうね、中日はね、うん、なるほど、はい。その他はその他ね、村松っていうね、うん、はい、あの明治大学の内野手がいるんだけども、はい、まあこの選手はやっぱこう試合っていうか、ゲームでは練習では目立たないけども、試合巧者というかね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、うん、まあそういうような、はい、まあ、選手をセリーグは取りました、はい、中日もドラフト7名と育成選手が3名の10名ですね、はい、そうだね、はい、はい、ということで、まあセリーグはね、まあこういう風になりましたけども、1位の選手はこのようになりましたが、なんかこうね、注目されていた選手の名前が1位に入ってますね。まあまあそうだね、うん、まあただその選手をこう考えると、うん、いいところに入ったなっていうね、あ、それぞれがということですか、うん、即戦力で使えるようなところに入っていってるよね、うん、うん、だから非常にいいドラフトだったなっていう、セ・リーグはね、全体的に見て、はい、こういうとチームにとっては欲しかったポジションの、うん、欲しい人が取れたっていうことですかね。そうだね、はい、はい、ということでセ・リーグでした、はい、ではパ・リーグいきます。パ・リーグはということで、パ・リーグはこのようになりました、はい、庄司、はいね、楽天とロッテが行ったんだよね。ロッテはね、事前に1位を公表してなかったので、誰かなと思っていたら、ね、強豪行ったね、はい、楽天が指名する前に、うん、そう、庄司選手を指名しました、はい、でまあ抽選の結果、はい、楽天ということになったんだけどもね、うん、はい、まあパ・リーグではここは、まあでもさ、まあ、セ・リーグが、うん、岡田監督と原監督で浅野野手、うん、バッターを取りに行った。そうですよ、ここはやっぱピッチャー監督なんだよね。ピッチャーを取りに行く、庄司を取りに行ったんだよね。だ、相当な選手だと思うよ。なるほど、やっぱ魅力があるんだよ。もう元というかピッチャーの監督さんが、まあね、欲しい、1位で欲しいと思うっていうことですもんね。はい、はい、ということで、はい、まずはオリックスから見ていきますか。曽谷、はい、はい、亮平、竜兵、ね、白鵬大、はい、このピッチャーはいいよ。おお、これなぜいいかというと、はい、ホームがちょっと遅いんだよ。ちょっと遅いのに球が行くんだよ、ピャンと持っていくんですよね。でバッターっていうのはやっぱそのホームの速さでやっぱその速度を測る。でも遅いところから速いボールが来るとタイミングが合いにくいんだよ。だすごいいい素質を持った選手を取ったなんて、もう即戦力だと思うよ、俺は。なるほど、うん、オリックスはそうでなくても素晴らしいピッチャー陣がいるので、やっぱピッチャーの取り方うまいな。なるほど、そういうことですね。オリックスはね、うん、だから誰なんだろうね、スカウトは。非常にそこに興味が、いや非常に超えた目を持ってると思うよ。うん、それで2巡目に内藤、はい、3巡目に斉藤、はい、で5巡目に日高、これ全部高校生なんだけどもさ、はい、まあ、あんまり焦ってないなっていうね、チームの編成を。なるほど、うん、だから、まあ、内藤なんて日本航空石川高校、うん、ね、非常になんていうの、こうパワーのある、ラオウに似てるというかさ。なるほど、なるほど、だから将来そういう選手になるんじゃないかっていうね、パワーヒッターも取ってるし、うん、まあ曽谷に取れたのは非常に大きいと思うね。そうすると、はい、投手野手ともにこうバランスよく取れたかなっていう感じですか、オリックスは。そうだね、うん、でね、ピッチャーのね、才木っていうのを育成で取ってんだよね、はい、育成の2位ですね、大阪経済大。才木ってドラフトにかかってくると思ってたんだけどさ、はい、育成でかかってんだよね。でもこの選手も能力の高い選手だけに、うん、まあ、見逃せないというかね、はい、まあ、注目だなっていうふうに思ってます。ということで、はい、育成5名と、うん、ドラフト5名で10名ですね。そうだね、はい、はい、それでは次はソフトバンクです。はい、はい、イヒネ、イツア、本丸高校の内野手の、はい、ナイジェリアね、はい、両親とも、はい、で、ハーフではないんだよ、はい、日本とナイジェリアとかじゃないんだよ、うん、
だからすごい多分メジャー級の身体能力というか将来的にはね持ってると思うよ。でバネもあるし、だからすごい魅力のある選手で、体がまだ細いんだけどもさ、はい、ソフトバンクの育成ってまず体を鍛えるんだよね。でこう技術的なことっていうよりも、うん、まず体を鍛えるから、体が出来上がった時には俺はすごい選手になってるんじゃないかなっていう期待をしてますよ。すごく楽しみということですね。そうだね、やっぱり1位で指名するだけのものがあるということですよね。まあ魅力はあるよね、魅力は、はい、うんうん、それでね、ソフトバンクのドラフトって、はい、6巡目までしかしてなくて、うん、あと育成14人取ってんだよね。そうなんですよね、全部で20名ということになりますよね。すごいよな、すごい。うん、だからまあ、そのうち何人出てくるのかなっていうね。だけど今活躍している選手も育成からっていう選手多いので。そう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 、おいおい。ただね、はい、まあやっぱりみんなドラフトにかかりたかった選手ばっかりなんだと思うんだけども、やっぱこういうふうになんかこう一つ挫折みたいなのを味わうと、うん、それをバネにして上がってくる選手っていうのはソフトバンク多いよね。なるほど、うん、だからまあそれにちょっと期待をしたいなっていうふうに、うん、まあ、14人の育成選手を取る4軍制を引くんじゃないかっていう話もあるんだよね。はい、うん、まあ、話というか、まあ、着実に進んでると思うけどもね。うん、はい、はいはい、ということで全20名そう、すごいよね。はい、はい、次は西武、はい、ね、蛭間拓也、はい、早稲田大学、うん、まあ、外野手なんだけども、はい、まあ、ちょっと三振が多いんだよね、大学の時も、うんうんうん、だけど西武はもう三振気にしないチームだから、はい、だからいいチームに入ったかなというね。なるほど、まあ、それと体も大柄なんだけども、うん、結構足も速いし、まあ三拍子揃ってる、まあ、選手と言ってもいいよね。うん、はい、でその中で、はい、青山みなと、アジア大学4巡目。すごい美しい夏の人、うん、これは非常にゲーム作るのもうまいし、はい、非常にいい投手を取ったなというね、うん、それと5巡目に山田陽翔、近江高校、ね、どうですかね、注目度が高かったと思うんですけど、もうちょっと早くドラフトにかかるのかなと思ったら5巡目、うん、まあ、非常に本人もね、甲子園の準優勝投手で、はい、もうちょっと評価がどうのこうのって思ったかもわからないけども、はい、まあ本人も言ってるように現状僕の評価がこのぐらいなんでしょうと、そうですね、悔しさをね、にじませながらという、いや、もうそうでしたね、まあだけどそれをやっぱりバネにしてね、うん、まあ頑張ってほしいし、はい、やっぱこう近江高校って山田陽翔のチームだったしね、うん、はい、それをこう引っ張っていったその人間的な力もあるんだろうから、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思うよね。はい、はい、もうそうですね、投手としても、打者としても高評価をされたっていうところはありますか。まあどちらかというと、うん、やっぱバッターの方かなっていうふうに俺は思ってるけどね。甲子園なんかではね、ピッチャーでこう活躍している姿を見ていたら、そうそうそう、ただやっぱねちょっとちっちゃいんだよね、うん、うん、だからバッターの方がいいのかなっていうふうには思うけどね、はい、はい、ということで、はい、西武は、ドラフト6名と育成選手は4名と10名ですね。はい、ね、はいはい、では楽天、はい、ね、庄司恒成、はい、立教大学、うん、まあ力強いよ、うん、うん、角度もあるし、はい、うん、まあだけど、うん、力がある球を投げるし、はい、まあやっぱ即戦力だろうとは思うよね、うん、6人指名して、はい、5人ピッチャーなんだよ、はい、で大体即戦力を上げてるよね。駒子2位の鷺宮製作所、このピッチャーも即戦力だし、うん、1位に上がってもいいのかなっていうふうに思ったぐらいのピッチャーなんだけど、うん、まあ、2位で取れたというのはラッキーだよね、うん、で渡辺翔太、はい、九三大、はい、伊藤真央、うん、東京農大、北海道オホーツク、はい、ね、で6位の林、はい、性能運輸、やっぱみんな即戦力として考えてもいいような、うん、ピッチャーなんだよね。
6人中5名ピッチャーですね。そうそうそう、うん、だからやっぱり今のローテーション見ると則本がね、うん、受賞して他のピッチャーできなかったというね、はい、やっぱ少しピッチャーに対しての危機感があるよね。でまあ昨年右の外野手も取ってるし、はい、まあそういうところでやっぱりピッチャーの補強には行ったけどもね。はい、はいはい、育成の中で古賀、下関国際高校、はい、ね、まあ、甲子園でね、そう大活躍の高校で、そう大阪桐蔭を破ったとかね、はい、古賀選手も大活躍でした、はい、うん、まあ頑張れと、はい、山口県ですね。ね、はい、ということで、はい、6名と育成4名の10名ですね。はい、ね、はい、で千葉ロッテ、はい、ね、菊池陸、はい、1位がね、はい、競合して、そう、はい、専修大学、うん、でもね、うん、俺タイプがちょっと違うんだよね、うんうんうん、でこっちはねパワー系なんだよ、はい、こっちはねまあ南東派とは言わないけど、はい、すごく変化球を駆使しながら、うん、ゲームを作っていくタイプなんだよね。うん、だからどっちがいいかっていう言われるとさ、わからないよね。まあ全く違うタイプの、ちょっとタイプが違うんだよね。を比較するっていうのは難しい。難しいよね。かだからまあロッテの方もパワー系が欲しかったのかもわからないけども、うん、でも先発で十分なんかゲームを作っていけそうなピッチャーだよ。どうですか、各チームにこのタイプのピッチャーはいなかったみたいなところはありますか。まあそうだな。まあパワー系っていうのは、はい、楽天の方にはいるけどね。ロッテの方はこういうタイプっていうのはまあでも石川とか、うんうん、ああいうタイプに、まあ、似てると思うよ。石川の方が多分球は速いと思うけども、はい、そういうふうなピッチャーになっていける素材だよね。うん、はい、はい、ね、まあそういうことで、うん、まあ2位の友杉とかね、うん、非常にいい選手を取ってるかなっていうような、はい、はい、ということでこちらは全部で、育成4名の9名ですね。9名だね、はい、はいはい、で最後に、日本ハム、ね、ここでもなんかこう新庄監督の、うん、こうなんていうのかな、性格というか、うん、こうもう重複したかったみたいなね。そう、このこんな選手をドラフトに入れてきたんですかっていうのがありましたが、まあ、あるね、はい、まあ1位はね、うん、まあ、矢沢浩太、はい、ね、日体大、うん、まあ二刀流という、まあ投手って書いてあるけども、もう野手も十分できるというね、うん、でバッティングも素晴らしいという、はい、で左投げで、そうだな、まあ三振の取れる、うん、球も持ってるし、うん、まあ、器用さも持ち合わせてると、はい、でバッティングの方は非常に広角に打てて、うん、足も速いという、はい、だから言うことないんだよ本当に。そうですね、うん、今聞いている。だから本当にね、ドラフト1位を2人取れたような感覚。ああ、だからピッチャーのドラフト1位と野手のドラフト1位を取れたという。矢沢選手本人もそのようなことをコメントで言われてたと思うんですよ。なんかこうピッチャーでも1位、野手でも1位というふうにどちらも手を抜かずやりたいって、うん、ってうん、だから、まあ、新庄監督も、はい、やらすつもりでいると思うしね、うん、で日本ハムっていうのは大谷を育てたようにそういうノウハウも残ってるだろうし、はい、だからいい球団に入ったなというふうに思ってね。で、まあ、新庄監督曰く、ね、外野守らしておいて、で左が並んだ時においやだ投げろみたいなそういうこともできますよねみたいな、だから夢広がってるよね。本当ですね、うん、だから非常にいいと思うよね。うん、で2位にね、金村翔馬、はい、富士大学、はい、このピッチャーはコントロールいいよ。本当にコントロールがいいから、はい、リリーフ陣がちょっと手薄なんだよね、はい、日本ハムはね、うん、だからそういう意味では、まあ、リリーフ陣のその資質とすれば、うん、やっぱフォアボールを出さないとか、うん、無駄なことはしないっていうことから言うと、はい、金村なんか最初から使われるんじゃないかなっていうふうに思うよね。なるほど、うん、昨年もルーキーの北山投手もね、そう大抜擢でね、大抜擢で、うん、開幕投手まで務めて、そうですね、で抑えでちょっと失敗しながら、うん、でもいい経験はしてるし、そうですね、だからまあ新庄監督はそういう経験もさしながら選手を大きくしていくから、うん、金村なんかは
多分すぐ使われると思うよ。だから楽しみにしたいと思うし、まあ、3巡目の加藤豪介、はい、3A シュラキュース、まさかのアメリカからですか。メッツね、はい、メッツ傘下の、はい、でメッツに日本は縁があって、そうですよね、今現役の監督5人がメッツ経験者だというね。そうなんですよね、この間数えましたよね、うん、そうだねだからまあ加藤豪介どういうね、まあ、うん、苦労もしてるだろうし、はい、まあまあ期待をしていきたいなっていうふうに思います。ね、はい、まあ、これが今紹介したア・リーグのね、はい、選手たち、日本ハムは6位までと育成4名の10名ですね。そうだね、はい、はい、ということで、というようなことで今年のドラフトの1位は今お伝えしたような感じですが、はい、さて何でしょうか。中の注目選手ということで、そうなんです、話の中にも多分あったと思うんですけど、はい、あった選手となかった選手とって、うん、まあ、みんな期待してるんだよ。何？そうです、もちろんそうですよ。もちろんみんな期待してるし、中でもみんな有望なんだけども、うん、やっぱ俺が気になるというかね、そういう選手を2人だけピックアップしました。これちょうどねセパ1人ずつという感じになりましたが、ね、はい、じゃあ豊かの注目選手の発表です、はい、こうなりました、はい、じゃあじゃんということで、ね、はい、中日6位田中美希也、はい、アジア大学、はい、ね、まあ知ってる人は知ってると思うけど大病をね、そうですね、患って、難病のね、はい、大腸そうですねを摘出という、そうですね、大手術もしてプロ野球選手にこの度なったんだけども、はい、まあ契約するかどうかは別として、はい、まあドラフトされたんだけども、うん、だからといって注目じゃなくて、はい、彼の足だよね、走、う、塁、ん、のセンスは抜群だよ。すごくね、小柄で、166センチしかない、はい、ね、アジア大学の先輩に大石大二郎っていうのがいたんで、はい、その選手も166で、うん、近鉄で1番を打ってたけど、はい、もう全然できるサイズだし、はい、あとねやっぱこう野球のセンスがいい、うん、で内野手やっぱこう足が速いだけに守備範囲も広いし、うん、ね、だからすごく魅力がある。だから言えば井端みたいな、はい、選手になってほしいなっていう、 うん、でゲームに入ったらゲームの中で活躍する、練習では目立たないけども、うん、ゲームになったら目立つような選手になってほしい。で確実に井端よりも足が速い。なるほど、うん、なんか大学の盗塁の記録6盗塁1試合、うん、すごいですよね。6盗塁、6盗塁どうやってやるのかなと思ったらもう一人選手がいて、あの大学の記録を持ってる同じリーグでね、盗塁6盗塁、はい、真中満という、うん、まさかの本当かお前みたいな聞いたんだけども、はい、いや本当ですよとか言ってたけどじゃあ真中さん同じ記録を持ってる選手だよ、はい、ね、だから、まあ、中日というのは、うん、まあ、内野手が手薄というかね、まあ、そういうふうなことも言われてるし、はい、ね、で名古屋球場ってバンテリンドームで、はい、やっぱこういう選手が必要なんだよね。うーん、まあ、ホームランっていうのはあんまりもう最初から考えない、もうとにかく塁に出たら走り回る、はい、ね、内野につけばはい、守備範囲が広い、うん、広い球場を足でカバーする、うんうん、そういう選手になれる選手だから、はい、俺はなんかこう注目しときたいね。うん、田中美希也、はい、もうなんか忍者って言われてるみたいですね。そうで、まあ、アジア大学は大病して、うん、それでもキャプテンをやりみたいな、はい、チームを引っ張ったというね、うん、まあ、人間的にも非常に魅力のある選手だというふうに思います、はい、注目してみましょう、はい、続いて、うん、ロッテ2位の内野手はやっぱりね、はい、内野手に注目しちゃうんだよ俺はね。まあそうですよね。それとやっぱね二遊間できる選手っていうのが少なくなってんだよ、うん、本当に評価される選手が、うんうん、だから外野手の大きいのを打つ選手が注目されたりだとかさ、はい、目立ちますもんね、うん、その方がいろいろする中でやっぱ友杉敦樹、はい、天理大学、うん、この選手はね俺がこうまあ全て見たとは言わないけどいろいろ見ていきながら、うん、守備が一番うまいって感じた選手。何が、田中も同じなんだけど、はい、田中はねまだねちょっと衝突気味に取りに行くんだよね、はい、ボールと、うん、これはね友杉はね、はい、
柔らかい。それは練習でどうのこうのっていうよりも、ああ身につくもんだよ、意識すればね、うんうん、ただ天性のものも持ち合わせてる、うん、でまあ内野手ということで、うん、やっぱあの注目してるし、あとそのパ・リーグに行った、まあ、源田がいる、うん、今宮がいる、うんうん、ね、あの内野手ではね、はい、第一人者が、はい、でそれとね多分負けず劣らずでいけると思う、そのぐらいの選手にはなれると思う、すぐその守備が見られるかな、可能性はあるよね、うんうん、まあもちろんね、うん、1位の選手っていうのはもうみんなが注目してるし、はい、もう俺も注目なんだけども、うん、やっぱこのドラフトでね、うん、まあ、1位じゃない人たちにちょっとあのピックアップしたけども、豊かな注目選手ということでね、そうそうそう、だからまあ、はい、よかったらちょっと注目しておいてくれれば、うん、あの面白い野球を見せてくれると思うよこの2人はね、はい、はい、まあということで、はい、まあ、今年のドラフトをちょっと振り返ってみましたけども、はい、まあ皆さんのね、うん、ひいきはどうなんだろうというね、ね、誰か気になった選手がいましたら、はい、また教えていただけたら、そうだね、はい、でまあちいちゃん言ってたけど、うん、どこのチームが一番良かったかって、そうそう、ここでね、よくね、こう、うん、普通に談笑っていうか普通に話をしてる中でね、どこのチームが思い通りのドラフトで選手を獲得できたのかなって、そうだな、うん、でもさ、うん、浅野を取れたら十分だろうしね、とか、ただなんかこうね、バランスとかもあるじゃないですか、バランスはね、これ DeNA か、うん、ヤクルトが良かったと思う。おー、今年の1位2位ですね、セ・リーグ、あとは高校生とか取ってるから、はい、まだこれからの成長過程っていうのもで、パ・リーグでは、まあ、楽天が、うん、やっぱそのピッチャーが不安なんだろうなっていうのが、うん、すぐ分かるようなドラフトをしたりとかしてたけど ね、うん、まあだけど、まあ、DeNA がいいドラフトしたかなっていうふうに、まあ、個人的には思うけどね、なるほど、はい、はい、まあそこら辺ね、うん、まあ、こういうドラフト1位の選手たちもいるし、うん、まあ、こうやってね1位じゃない人たちも注目をね、はい、してもらえれば、まあ、ありがたいです、はい、はい、ということで、ドラフトを振り返ってみました、はい。